皆さん、こんにちは。いつものお寺で元さテの動画を提供する、毎度おなじみ、雄大コープ。<coughs> 代表を取りました、長野雄大大と申します。まあ、今日は GK のニュースを喋ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ、今日は何を話すのかと言うんですけれどもですね。まあ、まあ最近ですね、まあ突然なんて、まあちょっとストーカー関係のニュースがちょっと多いなーっていう印象がありますね。まあ、この前、博多の事件といいですね。すが。<coughs> 男女の関係のなんか事件が結構多いなーってイメージあるんですけどですね。またちょっとですね、発生してしまったのでですね、僕の考えを述べながらちょっと述べてみたいと思います。それ何かと言いますとですね、それがですね、やった人がですね、まあ普通の人でも普通って言い方もおかしいですけどね、あの、アナウンサーがですね、あの、ストーカーをしてしまったんですね。まあそれはどういうことかっいうと、あの、NHK のですね、ちょっと名前ちょ,っとわちょっと読み間違ったらごめんなさいなんで、船岡久津がアナウンサーって方がですね、 知人の女性にですね、侵入して、その時のその、ほ、男子その、ふり、あの、女性の、知人宅の女性のその、その、婚約者がいたんですよ。婚約者と揉み合いになって、そのマンションからその飛び降りて、骨折を追って逮捕されたって事件なんですね。はい。うん、で、それよく言う人で、その元なんかストーカーをしたっていうことなんですけどですね。ま,あ、まずその、船岡久次さんっていう人、まあまあ、この方なんですけどですね。はい。で、 で、まあ、なんで、なんでこんなことをして,てまあ僕もそれ聞いたんですけど、ちょっと唖然としちゃったんですね。でもうアナウン、第二、そのアナウンサーって言いますと、<laughs> まあ僕のイメージからすると、まあ、かなり優秀なイメージなんですよはい。優秀なイメージを持ってましてですね、そんな人がなんでなんか、ストーカー行為しちゃったかって言うもんですけどですね。<laughs> で、この人のプロフィールを見るとですね、千九百船岡久継って言って、1975年11月20日、 年齢47歳、出身、北海道札幌市、趣味、特技、好き検定、一級、ピアノとかってあるんですね。はい。で、大学はですね、早稲田大学の政治、政治系大学部出身なまあ頭いいんですね、この方ですね。はい。まあもともとバリバリの北海道出身の方なんですけどですね。で、この方いろいろですね、点々と回ってんすよね。 で、岡山放送局、1999年からやって、岐阜放送局、名古屋放送局、東京アナウンス市、名古屋放送局、金沢放送局、札幌放送局とかってですね <laughs>、あの、いろいろなんか、いろいろなんか回ってるんですよね、はい。で、もともとお子さんが二人してね、結婚もされてるんですけどですね。<laughs> で、まあ、まずはですよ、 で、そのですね、まあ、問題はそのですね、まあ、知人の女性なんですけど、この方もですね、なんかアナウンサーらしいんですよね、アナウンサーで。で、まあ、それがですね、この、山内泉さんじゃねえかって言われてるんですね。はい。写真出るかうん、どれがいいか。あ,あ、これでいいや。この方なんですけどまあ、山内泉さんだ。だからね、年が、生まれたのは1994年ということで、確か今 28? かな ?9 か、そのぐらいなんだと思うんですけどですね。 で、この方もです、が、やったんじゃねえからって言われてるんですよ。まあ、どうしてかっつうとですね、その、なんか、いろいろですね、このアナウンスの山内泉アナウンサーもですね、あの、なんか、この方も結構夜、だからいろいろ、点々っていうか、移動させられてですね、で、この、この人もですね、 あ、千九金沢放送局と朝日をいたの、金沢放送局、2017年、2021年3月まで在籍をしてて、約4年間も在籍してるんですね。で、在籍をしてですね、あの、で、この方もですね、よく見るとですね、金、あの、その、山内アナウンサーが2017年に入って、その2年後の2019年の8月に、この船岡アナが金沢放送局に行って、 で、2022年7月までいたってことは、2019年の8月か2021年の,の、の、えっと、待って、った。えー、っと、3月ってことは約2年ぐらいは一緒にいたってことなんですね。<laughs> まあ、おそらくですね、この方、山内泉跡で、ね、間違いないんですけれどですね。じゃあ、ここから本題と行こう。うーん、まあ、今回のその事案なんですけれどですね、子供これ、このアナウンサーの問題のところはですよ、 子供、結婚してるんですよね。<laughs> まあスーー、ストーカーはストーカーダメなんですけど、結婚、なんか子供もいるんですよね。<laughs> なので,で、それでその、あの、その、知り合いのアナウンサー、まあ、奥さんが何、年々、年々、何何いくつかわかんないんですけど、その、まあ、もちろんその、アナウンサー、今この、気になっている、そのや、まあ、山内アナの可能性が高いんですけどですね、そのアナウンサー多分、年上だとは絶対思うんですよね、おそらくは。なのでですね、まあ、山内アナの中に絶て若いと思うんですけど そのなんか手を出してしまってですよ。なおかつ、これ、でっかくなんか、知人の中に侵入してれ、ちょ、っと飛び降りて、怪我して、結局逮捕されちゃったんですよね。まあ、これもおそらく懲戒免職になると思うんですけれどですね、まあ、どうだかアナウンサーはまあ無理だと僕は思いますね。で、わあ、俺、なんか僕が見た感じは、その、まあ、真面目そうなイメージなんですけれどでも、なんでこんな真面目な人がこんなことをやらかってしまったのかとってですね、 で、なおかつアナウンサーですからですよ。事件のニュースがやっぱいっぱいで、ね、山ほど読んでるはずなんですよ。事件、事故、殺人事件とか。日本は絶対ど,どっかしらに落ちてますからですね。それを読んでるから、何かで、じゃあその、危機感を絶対感じてるはずなんですよね。俺からすればなんですけどですね。それでです危、ね、機感を感じ、なんか自分自身が起こうしちゃって。<laughs> うーん、ちょっとですね、うーん。 なん、まあ、ちょっとダメだな、ちょっと思っちゃったんですよね。はい。うん。で、まあ、あとはですまあ、おそらくですよ。まあ、この方なんですけどですね、我慢ができない人だと僕は思うんですよね。だからストレス耐性が多分弱いんじゃないかと僕は思うんですよ、やはり。ストレス耐性が弱くて、その、本当はいけないんだけどやっちゃったみたいなですね。こ,こういう、俺そういう感じがするんですよ。この、船岡なあの、さんでしたっけ船岡ななんですけど。 なので、で、あとはその、結婚してですよ、それなおかで不倫者ってこと。僕からす、まあ、一番こういう人がなんか、結婚に手を出してはいけないな、ょっと思っちゃったんですよ。奥さん、本当奥さんのところもかわいそうなんですけどですね、本当に。なのでですね、ま、アナウンサーは結構花形の職業なんですけれどもですね、意外にその、いろいろ、まあ、俺は、日テレとかもテレ朝とかも、ね、フジテレもそうなんです。意外にそういうなんか、 言う、言う、やっぱ、まあまあ、芸能界と繋がりもありますからです。まあ、ネねえっちそうでもないか。まあ、特に、日テレとかも TBS とか、フジテレビとかもアナウンサーとか、ああいう業界も、やはり、その、留学とかもありますからですね。まあ、あと、給料とかもガーンと上ですから、ああいう業界っていう。まあ、あとは留学に負けちゃったのかなでも、ちょっとあるんですけれどですね。はい、アナウンサーですからね。ちょっと、ま、あ 残念だなと思いましたね。はい、こういう、こんな感じ。まあ、ストーカーはそれかダメなんですけどですね。はい。うん、まあ、なのでですね、まあ、既婚者は、特に既婚者はですね、まあ、自分の家庭を持っている自覚を持ってです、ね。いや、まあ、新しいその女性をなんか、そのまあ、職場のなんか女性にあんまり手を出しちゃいけないと思うんですよ。結婚。まあ、結婚してなかったら別なんですけどす、ね、してたらちょっと話しちう。ちょっと、いろいろややこしい医者料とかもいろいろありますからですね。考えてる人が無視でて、 人がいたらですね、ほんと、気をつけいただければですね、ほんと、幸いでございます。ま僕もですね、ま気、あ、をつけたいと思います。はい。まあ、そもそも僕も、まあ、ちょっと、そうそう、男を磨か、ね、年齢も年齢なんで男を磨かれていいないんですけどですね、はい。まあ、そんな感じでございます。はい、以上で、あの、話は終わります。そんな感じです。雄大コープの雄大でした。ご視聴ありがとうございます。内科者を送りの皆さん、それでは。